い、三毛猫が大好きなサラです。サム猫が大好きなマイカです。今回この2人が紹介するのはプニット猫持ちスクイーズ。イエーイ。ティアラチャンネル。開けていきまーす。あ、これ見たことある。あのさ、炭火焼きみたいなのにさ、ポコポコポコって出てくるやつ。なんかこれ焦げてるみたい。ほんとだ、黒い。ぷくって出てくるやつ。猫、ね、あ、これすごい、ダルマみたい。これおそろい？似てる。あ、これおそろいじゃない。似てるね。ダルマみたい。顔がブルブルする、これも。ブル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 。いやー、太った。あ、ちょっとこれ硬いかな。あ、あ、これさ、潰したらね、太くなる。本当だ。なんか尻尾がなくなっちゃう。あ、これ頭だけが気持ちいい。本当よ。頭柔らかいね。頭が柔らかい。これは、あ、これとね、これはね、こっちの方が柔らかいかもしれん。あ、本当よ。ちょっとこれ硬い。ちょっと下が二重顎。二重顎。太った。本当のお団子みたいな。二重顎になるよ、全部。伸ばしていきます。先生、これから？あ、これ柔らかい。顔がほら。あ、この子目がやばいことになってる。目がピヨーンって。ピヨーン。ちょっとこれかね、硬い。これね、分かれ、なんか切れそう。やべ。首が。あ、外れる。首が。今回はプニット猫持ちスクイーズを紹介しました。夏休み宿題に追われている時にちょこっと触るだけで癒されるわ。